旧小坂井バイパス料金所小坂井バイパスは、愛知県豊橋市前芝町の国道23号と、豊川市の国道1号を結ぶ、延長 0.9km の国道247号のバイパス道路である。愛知県道路公社が、一般有料道路として管理していた。東名高速道路豊川インターチェンジから、東三河林海部、厚見半島へ至る最短ルートである。 JR 東海道新幹線、東海道本線、飯田線及び名鉄名古屋本線の4つの線路をまたぐ高架道路である。有料道路であったが短距離であるため、日中は並行する県道385号前芝小坂井停車場線へ多くの車が流入していた。このため、本来通行料収入でまかなわれるはずの建設費が1、6しか回収できずに、 有料期間を終了した。片側一車線の対面通行であるが、センターポールは設置されていない。また、鉄道をまたぐために比較的高い位置に建設されているため眺望が良い。料金所は豊橋市側に設置されていた。2016年3月5日に料金徴収期間が満了し、その翌日から無料開放された。 2016年3月5日までの通行料金、それ以降は無料。料金徴収時間6時22時 ETC には対応しない。有料道路事業愛知県庁道路建設課、通行料、課題予測の御三小坂いバイパス無料課。中日新聞、オリジナルの2016年3月7日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/.web/.20160307071159/.http://www.chunichi.co.jp/.article/.i/.20160307/.ck201603070200 Q.html 2016.3月7日閲覧。ありがとうございます。